日本商事の近藤一です。突然ですが皆さん、四国に行ったことはありますか？住んでるっていう方や、旅行でよく行くよっていう方は、四国のどこが魅力的だと感じてらっしゃいますでしょうか？私は四国はやはりお遍路とか、温暖な気候とか、食べ物が美味しいとか、そして何より日本酒が美味しいっていうところが魅力的だというふうに思っています。東北地方、九州地方の動画をリリースさせていただいた時に、ぜひ四国編をやってほしいというお声をいただいたので、今回は延べ3000種類以上の日本酒を飲んできた私が忖度なしで選んだ四国地方で飲んでほしい日本酒をご紹介していきます。四国の日本酒ってすっきり辛口しかないんじゃないのって思ってらっしゃる方は、ぜひ最後までご覧ください。はい、では早速12種類ご紹介していこうというふうに思いますけれども、今日は四国地方のお酒を県ごとにご紹介をしていきます。初心者向けのモダンスタイルなのか、通向けのクラシックスタイルなのかというところにもご注目ください。この分類については別の日本酒マトリックスという動画でまとめていますので、そちらもぜひ参考にしてみてくださいね。はい、まず徳島県三好市、三好酒造さんが作る三好菊純米吟醸白ぶどう室賀生原酒、こちらですね。徳島県産の山の錦を 60% まで磨いたお米を使った14度台の原酒、徳島改良工房というものを使って仕込まれています。モダンミディアムのお酒ですね。そしてワイルドサイドを歩けという言葉をコンセプトに、日本酒の常識や今までの概念にとらわれない新しい日本酒作りということを目指して作ってらっしゃる蔵元です。お酒の名前にもなってしまってますけれども、白ぶどうということで、本当にね、ブラインドで飲んだら日本酒じゃないんじゃないの、まるで白ぶどうのようなというような言葉が本当にぴったりとくるような、ワイングラスで映える、とても華やかな香りと後味のいいキレ、すごくね、新しいモダンスタイルだなって思える、そんなお酒かなって思いますね。はい、続いても徳島県三好市、豊水酒造さんが作る豊水特別純米、兵庫県産の山の錦 60%、 15.6 度というアルコール度数ですね。こちらはクラシックミディアムなお酒です。ほのぼのとした優しい口当たりと穏やかな旨味、特に50度ぐらいのお燗につけてですね、煮付けなどと一緒にゆっくりとお食事とともにいただいてください。お酒単独ではあまり目立たない、そんなお酒なんですけれども、お食事と引き立たせ合うような、そんな食中酒タイプなのかなというふうに感じます。はい、続いて徳島県中郡中酒造さんが作る朝日若松純米、こちら国産米の 70% 精米を使ってまして、16度台のお酒、クラシックフルタイプですね。とりわけ黒糖とかナッツ系の香りがしていて、栗のような甘み、熟成感、ものすごくこうパンチ力のあるインパクトの強いヘビー級のお酒ですね。常温からおかん酒で、ぜひ温めてあげて、杯タイプの平杯でゆっくりとちびちびと飲んでいただくのに適しているのかなというふうに思います。酒の魚と言われているようなお酒のあてですね、それに合わせて飲んでいただけると、よりお互いが引き立たせ合うのかなというふうに思いますね。はい、続いて香川県観音寺市川鶴酒造さんが作る川鶴特別純米の大瀬戸、麹米に山田錦、掛け米に大瀬戸、 55% 精米ですね。16度台、クラシックよりのモダンミディアムかなというふうに感じます。モダンの中でも少し重ためなのかなっていうふうに、そんな印象ですね。香りの部分は穏やかな、ほんのりメロンのような香り、そして濃厚なボディの厚みがあって、ズバッとこうキレのいい酸で後味はやってくれる、そういうお酒です。もちろん冷酒でもいいんですけれども、50度ぐらいですかね、上巻ぐらいにしてあげると、よりそのお酒の膨らみというのを感じられますし、後味のキレの良さ、それも相まって、お食事をどんどんこう食べたいな、また飲みたいなっていう、そういう掛け合いが面白い、そんな組み合わせなのかなというふうに思います。続いて香川県の琴平町丸尾本店さんが作る喜び怪人大瀬戸純米室賀生原酒ですね。大瀬戸の 55% 精米と 60% 精米、こちらを使った室賀の生原酒タイプです。こちら先日の2000円以下のコスパ最強でもお伝えをしましたけれども、ものすごくフルタイプ、クラシックの中でも最も重たいタイプになるのかなというふうに思います。生原酒なんですけれども、特に熟成に向いているのかなっていう、そんなゴツゴツとしたその骨格の太さ、それからパンチ力のある酸、これがですね、すごくインパクトの強い、そんなお酒に仕上がっています。おかん酒にしても美味しいですし、もちろん冷酒にしても美味しいです。暑い日には氷を浮かべてロックスタイルで飲んでも面白いかなっていう、そういうお酒ですね。続いて香川県は綾川町
綾菊酒造さんが作る綾菊さぬきオリーブ純米、大瀬戸の 60% 精米で15度台、オリーブから抽出された酵母を使ってるちょっと特殊なお酒なんですけれども、香川県では結構このオリーブ酵母を使っているお酒っていうのは出てきてますね。モダンミディアムなタイプで、若々しいフレッシュグリーンな香りと弾ける酸、これがフレンチとかイタリアンという洋食に合わせても面白いなって感じるワイングラスに映えるお酒です。はい、続いて愛媛県ですね。西条市石槌酒造さんが作る石槌純米吟醸の緑レベル、麹米に山田錦の 50%、 かけ米に松山みーの 60% を使っている純米吟醸タイプで、アルコール度数は16度台です。タイプとしては、ライトに近いクラシックミディアムになるかなというふうに思います。市内であらゆるところに打ち抜きと言われる、湧き水が湧いている、そんな町の中でも石槌山ですね、西国一高い石槌山の麓あたりに位置するこちら石槌酒造さんで醸されているその仕込み水、それがですね最も市内の中で清廉な水だというふうに言われています。透明感のある味わいに仕上がるのもこのお水の特徴なのかなって感じますね。ぜひお魚、しかもお刺身なんかと合わせて、食中に生きる酒造りというものを信念に醸されている、そんな石槌飲んでみてください。はい、続いて愛媛県は内子町、千代亀酒造さんが作る銀河鉄道純米大吟醸の氷結酒ですね。こちら地元産の無農薬のみそぎ米を 40% まで磨いた生のお酒、それを氷温で10年間貯蔵してカチカチに凍らせて皆様のところへお届けするという氷結酒になります。少しですね溶かしてシャーベット状にして、キンキンに冷えてますよね、シャーベット状なんで、それを口に含むと熟成感ももちろん感じるんですけれども、華やかな香り、純米大吟醸らしい香りも感じる、モダンなライトタイプに仕上がってるかなというふうに思います。続いて愛媛県八幡浜市の川亀酒造さん、川亀特別純米500万石と小山錦 60% 精米の純米酒ですね。15度台ということなんですけれども、結構旨味があるクラシックミディアムタイプ、カカオ系の芳醇な香りとボリュームのある旨味と後芸のいい酸、常温からおかん酒で特に幅広く温度帯を選ばずに楽しめるお酒なのかなというふうに思います。かなりドライな食中酒タイプですので、脂の乗ったお魚の幽庵焼きなどと合わせていただけると、お互いが非常に気持ちいい関係になるかなって思いますね。続いて高知県安芸市有光酒造場さんが作る安芸虎純米山田錦80ですね。こちら徳島県産の山田錦 80% まで磨いたもの、つまり2割しか削ってない純米酒になります。アルコール度数は16度ということなんですけども、非常に洗練された 80% 精米なのかなというふうに思いますね。口に入れた時にとても滑らかな口当たり、それからボディの厚みは感じながらもドライな後口もスパッと消えてくれるお酒ですので、本当にお酒単独で飲んでももちろんインパクトはあって美味しいんですけれども、お料理、とりわけ旨味の強い脂の乗ったお魚であるとか、豚肉の麹漬けの焼いたものであるとか、そういったパンチ力のあるものにはとてもよく合うなと思います。冷酒でもいいですし、55度くらいの熱燗にしてあげて、ひらはいでぜひ試してみてください。はい、続いて高知県香美市有沢さんが作る文化人リズール純米吟醸ですね。こちらお米の種類は非公開、 50% 精米でアルコール度数は 16.5 度というタイプに仕上がっています。モダンミディアムなタイプですね。非常にガス感があってですね、口の中に入れた時にピチピチと舌の上で弾けるような、そんな爽快感が楽しめるお酒、マスカット系の香りがあって、後味はズバッとこう酸味で切れる、ワイングラスでゆっくり空気に触れさせながらその変化も楽しんでいただける、そんなお酒なのかなと思います。絞ってからマイナス5度の冷蔵庫の中でずっと管理をされているので、そのフレッシュさ、それから深みが出てくる味わい、それが立体的に楽しめる面白いお酒かなというふうに思います。はい、続いて最後ですね、高知県芸西村というところの仙洞酒造場さんが作る土佐白菊純米吟醸山田錦の 50% 精米で15度台、モダンミディアムなタイプかなというふうに思いますね。華やかな香りと穏やかな甘み、それがこう混然一体となって非常に心地いい、そんなバランスがいいお酒なのかなというふうに思いまして、特にですねお魚のお刺身もいいですし、例えば高知でしたらカツオのわら焼きであるとか、オリーブオイルを使った柑橘系のニュアンスが入ったような洋食にも合わせやすいのかなというふうに思います。
はい、今日は四国地方でぜひ飲んでほしい日本酒を12種類ご紹介してきました。この中でも私が個人的に特に飲んでほしいなというふうに思うのが石槌と綾菊、この2つです。石槌は弊社でも取り扱っていますけれども、どこまででも飲み続けられるすべらかな旨味、キレの良さ、これが個人的にはおすすめですので、ぜひ概要欄のリンクの方からお試しください。皆さんもこれらの日本酒を参考に四国地方の日本酒を選んでもらえたら嬉しいです。また普段ふとした疑問が湧いた時に気軽に質問ができる LINE のオープンチャットっていう質問コーナーを作ってます。またお得な情報をお伝えするメルマガもやっていますので、合わせてご登録いただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。それではまたお会いいたしましょう。日本酒王子の近藤裕二でした。バイバイ。